ナルセ・エミは、日本の女性アイドルで、デンパ組、インクの元メンバー。福島県郡山市出身。愛称はエイタソ。デンパ組、インクでのキャッチフレーズは、ハイテンション A、ポップガール、担当色は黄色。郡山市にて、父、母、祖母、妹のいる5人家族の長女として出生。母親が趣味で作品を描くほどの漫画好きであった、影響から、 自身も幼少期から漫画に興味を持つようになった。幼稚園から、リボン、仲良し、茶を、そして、週刊少年ジャンプの4種をチェックしており、当時から将来の夢として漫画家を挙げていた。幼少期は周囲にアニメや漫画好きの者がいなかったため、自身を最先端で超かっこいいと思っていたと10回している。幼稚園時代から大声で歌っており、親に、 当時からうるさかったと指摘される一方で、いわゆる、目立ちたがり屋というタイプではなく、空気を読んですぐ引っ込んでしまうことが多かったため、クラスの中心にいるようなタイプにはならなかったという。小学校進学後はスピードに憧れるようになり、当時の友人に声の高さを指摘されたことから、特に、島袋ひろ子のパートを真似して歌っていた。一方で、 漫画と比較するとアイドルに対してはあまり興味を抱かなかったとも述べており自分の中で漫画はかっこいいと思っていたがアイドルをかっこいいと思ったことが一度もなかったと10回している小学生時代から東京大学物語を愛読しており過激な性的描写が多いながらもこういう変な考え方を持って生きていいということに気づかされたというまた 当時の郡山市ではテレビアニメの放送が少なく、その中で個人的に様々なアニメを調べて視聴し、周囲が知らないアニメを私は知っているという謎の優越感を得ていたと述べている。小学校6年からバンドに興味を持ち始め、いとこから黄色のフェルナンデスズをマイナス3を借り、バンドスコアを購入してコピーしていた。いわゆる、 ロキノン系と呼ばれるバンドに興味を持っていたと述べており、当時は定期試験で上位に入るとお小遣いがもらえるルールであったため、欲しい CD を買うために勉強を頑張ったとしている。同時に漫画への情熱も強くなっていき、すべての作品を網羅してやろうという気持ちが芽生え始める。売れている作品を調査したり、同人活動に精を出す一方、インターネットにも触れ始め、 漫画雑誌の批評サイトを立ち上げたりしていた。この行動の根底には将来的に漫画やアニメの業界に入りたいという気持ちがあったとしており将来漫画家として成功するためにはどうすればよいかを考えるために漫画雑誌の売れ行きや出版社の動向の調査、分析を行っていた。福島県立朝華英明高等学校に進学した後は ビジュアル系バンドに興味を持ち始める。バンドそのものが好きになったというよりは、それを追っかけている女の子たちとのつながりを観察するのが面白かったのだという。高校在学中は中華料理店でアルバイトをしており、そこで得た給料で地元氷山のライブハウス、ヒップシャットジャパンへ通い詰めていた。その一方で、CD を買う余裕はあまりなかったとしており、 放課後は毎日タワーレコード氷山店に通いながら、視聴器コーナーの CD を全部聴いていたという。同様に、氷山ビッグアイの展望台にも、頻繁に通い詰め、景色を眺めながら、地元も大好きだが、いつか、ここを出て、でかいことをしたいと考えていたという。この中華料理店でのアルバイト経験は、後に、メイド喫茶で働くにあたっての礎になったとしている。 高校卒業後は漫画やアニメの仕事に就きたいという理由で都内の美術系大学へ進学した。しかし自分に美術の才能がないことに気づき引きこもり状態に陥り半年ほどオンラインゲームしかしなかったという。貯金が底をつき始めたため働かなければならないことをゲーム内のチャットで相談したところメイド喫茶でのアルバイトを進められ、 インスピレーションを感じ、すぐに秋葉原のメイド喫茶で働き始めた。前述した中華料理店でのアルバイトでは、客とコミュニケーションを取ることが非常に楽しく、自分と会話した後、幸せそうに帰っていく人々を見て、感銘を受けた経験から、メイド喫茶では、絶対に成功する自信があったという。実際に、メイド喫茶での勤務は正にあっており、 自分の天職であると感じ、秋葉原へ骨を埋めようとすら思ったという。また、それまで人前で歌った経験はなかったが、店長に頼んでステージを設けてもらい、ライブを行った。当時もアイドルになりたいという気持ちは持っておらず、ただ人前で歌って盛り上がっていくのが楽しかったのだという。あと2連組インクのメンバーとなる夢、眠り眠は、 デビュー前の美大生時代にメイド喫茶へ行った際、ナルセの接客を受けた経験がある。夢眠りは美術に関して悩んでいた時期であったが、ナルセによる手厚い接客を受けて、これは説明書きのいらない作品だ。このようなダイレクトに幸せになるものを美術に取り入れた方が未来は明るいと感じ、一緒にメイドとして勤務するようになった。その頃から客より、 個性的で変な子が集まっている店ができた、よくわからないが、パワーのすごい店があるという情報を得て、ライブバー、秋葉原ディアステージの存在を知り、再びインスピレーションを感じて、ここなら、毎日歌える、ここに行けば絶対将来何か起きると思い、2008年6月にメイド喫茶を退職した。1回目の応募では、不採用になり、マンだらけでのアルバイトやインディーズでの、 アイドルバンド活動と並行しつつ応募し続け、2009年の夏に3回目の応募で採用された。インドネシアファッションウィーク2013にて、当時のナルセはアニソンシンガーになりたいという夢を持っており、ディアステージへ入店した理由もそれが主軸であった。前述の通りアイドルになりたいという気持ちは全く持っておらず、むしろアイドルは格好悪いというイメージを持っているほどであった。 入店時はすでに電波組インクは結成されており、渋谷ボックスで開催された初ステージも目の当たりにしているが、正直自分とはかけ離れている感じがしたと述べている。一方、古川みりんとはアイドルユニット水玉オンラインを結成し、活動を行っていた。入店してから1年ほど経ったところで、プロデューサーであるも、福ちゃんから A ちゃん入りなようと誘われ、 2010年6月3日に、アトベミューと共に電波組、インクへ加入。当時は、加入を決めたきっかけとして、畑秋や小池正也が、作詞作曲を手掛けた楽曲を持っているグループである、という理由が強く、当初はソロ志向が強いまま活動を行っていた。加入して1から2年は何回も辞めようと思っていたが、後に、ファッション関係の仕事が増えていったり、 最前ゼロのライブあたりから、秋葉原以外の人間が、電波組、インクを面白がってくれるような実感から急激に手応えを感じ始め、電波組、インクをメインに尽力するようになったという。また、加入前の電波組、インクは全体的におとなしいイメージであり、自分には合わないと感じていたが、加入後に、ワッホイ、お祭り、インクなどの、 明るくはっちゃけた感じの楽曲が制作され、自分のイメージに合っていたことから、ひょんな気持ちで加入してしまったが、もしかして入ってよかったのかもしれないと感じたと述べている。そして、2011年1月28日には、エイタソから、ナルセエミに改名した。2015年1月から3月に放映された、テレビアニメ、ドアマイガーディーでは、報道案内役として、声優出演。 同年5月には、フジテレビオンデマンドにて、電波組、インクなるせえみが、あげあげで漫画を紹介する番組の配信が開始。これはナルセによる、初の冠番組として報じられた。2016年6月から7月には、テレビドラマ、OL ですが、キャバジョをはじめましたにレギュラー出演した。2017年11月、ミュージカルコメディの舞台、ハッピーマーケット。 で主要な役を務めた。2018年5月には、舞台、信長の野望、大使から、春の人天下不武近令の首編に出演した。2018年2月からは、ブランド、バビューンを立ち上げ、プロデュースする。スウェットを中心としたカラフルなアイテムを展開している。2019年2月から放送のテレビアニメ、スター・トゥインクル・プリキュアでは、主人公の星名光カ キュアスター役を担当する。現役のアイドルがプリキュアシリーズの主人公を演じるのは史上初となり同シリーズのファンを公言していたナルセは発表時のコメントで本当に大好きなプリキュアだからこそ演じることにとても不安でいっぱいです。でもそれ以上に本当に本当に幸せで見てる人に元気になってもらえるようにプリキュアとして精一杯とびっきりの キラやバーなキャラクターを演じていきたいですと語っている。もともとは電波組、インクでの担当職と同じ色であるキュアソレイユ役でオーディションに挑んだものの、シリーズディレクターの宮本博明の勧めにより光る役のオーディションも受けることになり、それが光るっぽいと判断されて光る役に抜擢された。2020年11月16日、 この日行われた配信ライブ及び自身のツイッターにて電波組、インクを卒業することを発表した。2021年2月15日16日に行われた卒業公演、ウルトラマキシマムポジティブストーリー、バビュッと行くよ未来にねがメンバーとして最後の出演となり、卒業後はソロとして歌手、声優活動を行っていくことになっている。とりわけ、 明るいキャラクターとして知られ、電波組、インクメンバーにおける太陽であると形容される。トイズファクトリーの社長がディアステージへ来店した際、ナルセの接客がきっかけとなって電波組、インクのメジャーデビューが決定したという伝説がある。基本的にポジティブ思考であるが、一度ネガティブに落ちてしまったらそのまま戻ってこれないような気がして怖い胸を述べており、 落ちることがないように注意して生きているという。好きな食べ物は、カキフライ、生ガキ、わらび餅、うなぎ、カニ味噌、プリン、オムライス。タコアレルギーである。ラップを得意としており、しばしば楽曲でも披露される。好きな言葉、口癖は、バビューン。メイド喫茶でバイトしていた際は、来店した人全員を幸せにするために必ず、どんなものが見たくて、 ここに来ているのかを観察、分析しながら接客をしていた。前述の夢、眠りネムが来店した際は彼女が何の目的で来ているのか全く分析できなかったとも研究のために来ている感じで他の客とはオーラが違っていたとも述べている。芸名は漫画ラブヒナのヒロインであるナルセガワナルを由来としており、ナルセガワナルのようになりたいという思いを込めて ナルセの二文字を拝借し、そこに本名である、エミを付け足したものである。また、アイドル、ナルセエミというキャラクターは、元の自分と少女漫画や少年漫画に登場した理想のヒロインをミックスして成り立っているとしており、金魚注意報の主人公、ワピコの影響をかなり受けているとしている。人生最初の記憶は、黄色のハサミを持って髪を切り抜き、 星を作って並べているところ、黄色だったのは偶然であるという。自身の趣味については、趣味が移り変わっていくというより、趣味がどんどん付け足されていく感じであると述べている。好奇心を抑えてはいけない。いつ死ぬかわからないので、全部趣味を楽しむしかない。誰かが何かを提供してくれたら、とりあえずそれに乗っかるという考えを持っている。私は苦手な漫画というものがないと述べており、 読んでみて自分の趣味思考に合わない漫画であったとしてもそれはそれで自分の貴重な読書体験として確実に感情を動かされたということになるので読んで良かったと思えるという考えを持っている。なるせにとっての漫画はないと生きていけないものという感覚に近く趣味や娯楽というより完全に生活に組み込まれてしまっている胸を述べている漫画の連載を持つことを個人的な 最終目標としている。プロデューサーの福島によれば、電波組、インクの活力の根底にあるのは、負のパワーであり、それを浄化し、ポジティブに変換させることによって、成長を促してきたと述べているが、その教育で最も手のかからなかったのは、ナルセであったとしている。福島は、ナルセがディアステージへ入店した瞬間から、電波組、インクに入れたい、彼女のキャラクター、 声、あの感じが、まさしく電波組としてふさわしいと感じていたという。前述した通り、当初の電波組、インクはおとなしい、しっとりしたイメージであったため、かねてから、福島は、電波ソングを歌うのに、これではダメだと感じており、その中で、ナルセの加入が決まった際には、足りなかったピースがこれで埋まると思ったと実感している。ナルセは、 当初二人組として結成された前身のアイドルユニット電波組から六人体制の電波組、インクへ発展していく中でのグループのイメージを担う中枢に近いメンバーであるとしている。ありがとうございます。